ルート加工士の石原梨沙です。ただいまソロコンに向けてのスキルアップレッスンを実施しております。その一部を公開いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは曲のワンポイントレッスンに移ります。曲はソロコンでもよく演奏されるシュテックメストの歌の翼による幻想曲です。吹いた部分のワンポイントレッスンとしましては、フレーズ、旋律の頂点、一番上の音に来る部分に気をつけて吹くこと、そして強弱はちょっとやりすぎかな、大げさかなぐらいまで思いっきりつけるととてもいいですね。ポイントレッスンとしましては、とても技術をよく見せる部分となっていますので、焦って速くなってしまうことがとても多くあるんですね。なのでテンポキープを、とにかく気をつけることがワンポイントレッスンとなります。ソロコンに参加される学生さんは演奏のブラッシュアップに本格的なレッスンを体験してみませんか？またフルートに興味があるけど最初の一歩が踏み出せない方、久しぶりにフルートを吹きたいけど吹き方を忘れてしまった方など、ソロコンに向けてのもの以外もレッスンしておりますので体験してみませんか？無料での体験レッスンはいつでも実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。